ヤドンドロフ。敵のど真ん中に突っ込んで魔人剣をぶちかますという、そういったプレイスタイルでいこう。やりー影丸うそん。おっそ、そんなに当たり、てか眠るそんなに判定強いのかよ。確実に殺しとくか。恐るべし振りあるある。ガノンの最後の傷ってどんなんなんだろう、俺知らねえんだよな。やっぱこれか。とりあえずぶっ飛べ。そろそろネスは一気に持ってかれた。よし、危ねえ危ねえ、危ないな。いけたか。あぶねえ、力押しすぎた。ガノンハンのこの顔ちょっと怖すぎなんだけどね。アイクかな。アイク弱攻撃。アイクはあの素直にスマッシュが使いやすい。プリンの眠るはひどいな。俺アイク見間違えてたし、痛恨の方のアイク見てたわ。よし、早いうちに。だろうな、もう空の戦法してたら話になんねえよ。プリンの眠るな。しかもバカばっかりだしな。スマッシュで決めろよ。もっとリスクを味わわせてやれよ。
バカしかいねえし。エレカ超強えんだよな。プリン寝たらスマッシュレベルを決めろよしっかり。何通常攻撃レベル当ててんだよ。思い知らせてやれよ。それはだ、な、何にここ、初めて来た。ステージギミックめんどくさすぎ。はい、まあそうだろうな。うわ、よい取らされた。どこがエンジョイなんだよ。ガンニグと力押ししかいねえじゃねえかよ。そしてエラーコード、うわひどい。繋がんねえし。やっぱ慣れたキャラかな。お、月光が可愛い系ばっかりだ。ラグがある。ここの回線はきついな。40% 超えてきたな。そろそろアイテムに期待。キラーだ。よし、おー、イルカか。そろそろピカチュウのフィニッシュが欲しい。いただきます。そしてそろそろ自分が狙われる立場に。ですよね、さすがに40何秒は持たないと思ったから。上です。なんとかカービィ欲しいな。でも4人だとそうもいかないんだよな。取られちゃった。これか。二分乱闘グラグダだよな、本当。なんでこれをデフォにしたんだろう。個人的に普通のリンクより子供リンクの方が使いやすい。
これはまだかい。何よりスマッシュが使いやすいんだよな。ストック3機だな、やっぱり俺のデフォは。お、端っこだ、よかった。アルトンキー、やばいやばいやばい、バカじゃねえの。なんで相手があんなもん持ってんのにそういう行動すんだよ。逃げに走れよ。戦うタイミングを見極めろっちゅうね。よし、とりあえずゲット、ほら、いって。スマッシュボール来てるんだ。まだ取れんな。あったあった。ちょっと無理かな。スマッシュボール上行き過ぎだろ。ミスってるし。スーパードラゴンかっこ笑い。これは死なない方を優先した方がいいな。無茶して倒しに行って自分が倒されたら大変すぎるってなるから、あんまりタイム制は好きじゃないんだよな。ほら、さっき言って負けてたら逆転されてた。デフォービート。村人超強いんだよ。ガチビア行くかな。うん。お、ゲームウォッチさん、パルテナ様。後ろからシークが攻めてきた。マスターボランじゃん。いただきます。無敵来ねえかな。無敵か。無敵3人もいたらどうしようもねえよね。いけ。倒せるのはゲームウォッチぐらいか。倒せねえ。とどめを持っていけない。
食われてる。これじゃなくてよかったし。しゃ無敵来たー。あれ無敵俺じゃねえの。通常の弱攻撃で吹っ飛ぶ。つらい。よし。ここの逃げるしかねえじゃん。全然倒せなかった。反射板怖っ。そうだサドンデス、これがあんだ、すっかり忘れてた。だったら防御したら2回ぐらいは耐えれんだよっていう。よっ、やっぱ使い慣れたキャラでいくのが一番だな。ここはあかん気がする。止まった。ゲームにならない気がする。もうあれだよ、切れてくれた方がマシだよこれ。誰だ回線遅いやつ。ゲームにならんぞ。そっと蓋を閉じたくなってくる。勘弁してもらいたい。エラーで落ちてくれたっていいよ。もうこんな状態で2分耐える方がよっぽど辛いわ。完全に止まった。よっ、行け。こんなんこいつに任しとったらいいじゃん。フライングマン任せ。
フライングマン頼りになる。よし、こいつももらっとけなかったか。いや、もらっとけた。さあ、お次はお前か。次のフライングマンいるじゃん、よろしく。回復、あとはカービィを狙わねば。ひどかった、ラグが。さすがにあのスピードはゲームにならない。